次2004年あーなーえー、これめっちゃ面白いじゃん。さっきのやっぱ子供でその後はじゃあ独立した時の部屋ってこと？さっきの？なるほど。となるとさっきの子が成長したのであればパッと見男性の部屋な気がするけど、しかもさ、これさ、部屋の移動までできるようになってる。すごっ。あー、やっぱ完全に海外でね、スケスケしよう。お風呂スケスケしようね。なるほどね。これじゃあここが開きますね。開きますね。あ、かけられますね。開きますね。開きますね。あと開く場所は謎、あ、開けちゃった。じゃあこれから開けていくか。ドドン！何これ？ポスターか。ポスターは、まあ、一旦ここに貼って、何が出るか分かんないからね。あ、本だ。本とかは、まあ、ここに置いていくよね、普通。でも、パソコン邪魔だな。パソコンはここに置くしかないけど、どこに。ちょっと、どこに置けるか、勝負したいな。あ、ちょっと、ここに置いて。次、本はもう並べていくわ、ここに。あ、相変わらずやっぱりお絵描きが好きなんじゃないか？子供の頃から。これってタバコ？あ、違うか。コピック的なやつか、タバコかわからん。コピックだと信じたい。次、これなんだろう、本当に。次、何の模様？あ、やっぱさ、ほら、絵を描く人になったんじゃない？ってことはやっぱりこれはペンで、これはタバコじゃなくてコピックだよ。裸の人が鹿ジャンプしてる。ちょっとここに隠しとこう。ここが開いた。次。あー、なるほどねー。まあまあまあ、そうなったらまあこれはこうか。仕方ないな、仕方ないな、効率重視ですよ。あ、これはこれだけなんだ。結構現実的な、なんか箱の大きさだね。次、馬進化してね、馬娘になってる。次、あー、ボス、お前いたんだ。え、なんかちょっとトイストーリーみー感じない？じゃ、ボスはここから、影から隠れて。人質の猫ちゃんとボスドラゴンもう来てるかな。あ、いや、いきなり歯ブラシ。これ隣の部屋に持って行ったりできるの？できるー。せ、まあ、歯ブラシはちょっとここでしてもろて。そうなんだ、こんなことができるんだ。すごくないか。次、あ、じゃあ歯磨き粉はまあもちろん、ここ、ここね。ここで、競技。え、あ、もうさ、がっつり絵の勉強をしてるんだね。あ、なんか、かっこよくなってる。赤色の、さすがに、でか、どでかいやつはさ、持ってきてないんだよね。買い替えてるんだね。まあ、じゃあ音楽はここかな。これ、あ、お洋服だ。パンツさんはここにしまって。靴？あ、そう、海外だから下駄箱はないのか。え、靴ってどうすんのこれ。さすがにね。え、ちょっと待って。これもしかして、あ、腹筋可能なんだ。腹筋可能だよ。ここ何入れようかな。靴は、ここ。何これ、またなんかカラフルはんぺん増えてるわ。カラフルはんぺん、これ結局何なの？よくわかんないんだよ。え、これほんと何なんだろう。わかる人教えてほしい。あ、靴ね、もう片方。靴持ったんの？あ、ちょっと待って、すごい。あ、こんなに動くんだ。
じゃあもう靴はここに入れようか。さすがに。ちょ、片方は？もう片方どこ行ったんだよ。これ出てくるのかな？え？ブラジャー？え？これブラジャーだよね。次。え？次。え？どんどん出てきたからちょっとどうしたらいいか分かんなかったわ。じゃあやっぱ女の子だったんだ。あ、ゲームボーイも健在ですよ。ゲームはさ、やっぱさ、私はベッドでしたい派なんで。人質猫だ。人質まだここにいてもらおう。ってことはドラゴンもさすがに出てくるんじゃない？本。え？逆さにしかならん。まあいいや。あー、この消しゴムまだあるんだ。これ机のさ、引き出しってなさそうだよね。オッケー。え、なにこれ？あ、書類ケースって感じかな。え？これもしかしてこれもっと奥、あ、いけるじゃん。で、書類ケースなのかな。でもここに置くとさ、パソコンの電源つけにづらいよね。あ、こっちに置く？あ、良さそう。これもしやパンツ？あ、もうさすがに隠せないか。こっちは？隠せない。あ、こっちに置くのはどう？お風呂入ると、お風呂入って、いや、嫌な予感はした。これさ、ずっとパンツ出てくんじゃない？あ、パンツ3枚か。ちょっとオーブントースター出てきちゃった。ちょっと待ってよ。そしたら、まあ、パンツ、え、足、まあ、パンツはここにしまってあげようか。オーブントースターはさすがに、こっちに置きたいね。飛び出すタイプのオーブントースターだ。かわいいね。これ、え？なんでオーブントースター出てきたと思ったらまたパンツ出てくんの？え、これパンツだよね。え？パンツじゃない？もしかして。まあ、いっか。え？なんかすごいバリエーション豊かなパンツ出てくるんだけど。あ、ルービックキューブだ。ルービックキューブ。もう枕元でやってもらう。ちょっと待ってよ。一人で住んでるよね、この人。え、もしかして一人じゃない？え、パンツありすぎじゃない？お、急に服出てきた。ダンス。ダンス。あ、かけられる、かけられる。ダンス。いいね。え？なにこれ。どういうイラスト？これもかけ、え？猿？猿？ちょっとわかんないな。え、猿はさ、しかも立てられないの？あ、立てられないんだ。壁にしかかけられないんだ。じゃあ、ここにしよう。次。え、なんでこんなにパンツ出てくんだよ。またパンツ。パンツはいなかった。え、さすがにこれで終わりにしてよ、頼むから。次。えい。あー、お絵かきね。もう今後パンツ出てきたらマジで困るわ。もうパンツは次出てきたらこのベッドの上に並べる。本いっぱいあるね。あ、ま、ちょっと待ってよ。これ、詰め、なんかここ開かないよね。開かないよね。色鉛筆。どうしようかな。これとどこまで、あ、ここに、あ、結構すごい細かいとこまで置けるんじゃん。すっげえマウス使いにくそうな場所だけど、ちょっとここに置こう。あ、すごい！これマウスパッドでしょ？きっと。ちょっと待ってよ。こういうことができるんじゃ。できる！すごい！で、また定規！
この定規はもうトラップだからここに置く。次。あ、手帳か。手帳？ここ乗っけたらでも使いづらいよな。手帳はすぐ使うかもしんないから。こことかに置く。ここにしよう。次。なんだこれは。辞書っぽい。本はでも全部この辺に置いていこうと思っている。大きさバラバラなのが気になる。何これ、またダンス。あ、あ、どういう本なんだ。本終わり。結構荷物あるね。あ、カバンは可愛い。やっぱ女性だよ。え、女性だよね。でもなんか黙っとこう。あ、じゃあパンツ出しちゃったよ。ちょっとパンツ出しちゃうんだけど、ちょっとパンツをしまいたいのよ。ちょっと同じ柄で揃えたい。こうかな。よし。なにこれ。あー、音楽聴く。あー、どうしよう。分かった、じゃあこれ奥にしてこうしよう。次、あ、服。え、ちょっと待って、今更思ったけどさ、靴さ1個しか出てきてなくない？片方どこ行ったんだ。次、あ、なんだこれ、誰だ。畳むこともできるんだよね。これチェックシャツちょっと奥にして、この柄が気になるわ。誰なんだ、だいたい誰だ。次、あー、ズボンね、パンツね、パンツじゃなくてパンツ。ここね。お、さっきへそくりはさ、枕の下に隠してどこか隠せる場所ないかな。これってこういうとこ開くの。開くじゃん、開くじゃんよ。次、めっちゃ服あるな。 T シャツこれ全部かけてらんないね。これなんかすごいかわいい人魚、アリエルがいっぱいいる。誰？ちょいちょいさ、まだ残ってるんだね。でもこことここは敵対視してるからやっぱこの辺だな。ってことは、ってことはお相撲さんとか出てくんのかな。来い。違った。入る？入んないんだ。ズボンどうしよう。もう洋服はここにまとめたいよな。え、サッカーボールも健在なの？ちょっとじゃあ定規だつなぎたい。こんな感じで。ノートも結構あるなぁ。ちょっとマジ、ほんと荷物多いな。どうしよう。かわいいこの服。猫だ。へぇー。じゃあこれは明日着るっていうことね。明日着るから用意したんだっていうので、置いておこう。終わり。あ、いいのあんじゃん。こういうの早く知りたいよ。ここに置けるんじゃん。どうし、まあ、ちょ、これ何が出てくるか分かんないかな。あ、こっちかけたいよね。やっぱ T シャツは畳みたいな。 T シャツは畳みたいな。どうしよっかな。ちょっとまあこれ、どんだけまた服が出てくるかわからないっていう恐怖なんだよね。かけるでしょ。これ。あ、これはさすがにここだね。アラームでしょ。いやいや、まだ出てくんだ、服。いやもう T シャツは、ここに畳んでいくわ。いや、まだ出てくる。何これ。ハートに飛びついているカエルさん。ちょっとユニークだね。あ、ちょっと、わかったわかった。じゃこれはさ、ちょっと、可愛いからこれ畳んで、個人的に一番好きな T シャツはこのダンス T シャツだわ。今度こういうの見つけたらマジで買うかもしれない。これ何？ああ、見覚えあるっていうのが出てくるとちょっとさ、エモいよね。ここに置こうか。ここにね。これは見たことないぞ。エッフェル塔？あ、これパジャマじゃね？パジャマ。
パジャマでしょ、パジャマでしょ、そうでしょ、パジャマはちょっとここに置こう。次は、え、パジャマ、これもしかして、え、これやっぱりさ二人暮らしじゃね、同性的な感じ、それか洗濯外用のパジャマ、ちょっとわかんないな、分かったわ、分かった分かった分かった、ちょっとわかんないからこうしとくわ。もしかしたら二人で住んでるかもしれないし。いや、これ、靴片一方はどこ行ったんだよ。まだパンツ出てくんの？ちょっとありすぎじゃない、パンツ。いや、さすがにありすぎでしょ。これでもパンツじゃなかったらどうしよう。ずっとパンツパンツって言ってる変な人になっちゃう。パンツだよね、どう見ても。次、パツじゃなかった。トイレットペーパーはまあここでしょ、さすがにね。次、おー、本乗る乗る、あ、まだいけるまだいけるまだいける。あ、これはさ、て、あ、これあれか、関志保って一番最初に書いたアルバムか。